サンジを仲間に加えたルフィたちはメリー号と共に姿を消したナミを追って彼女の故郷ココヤシ村を訪れていた。かつて戦災孤児だったナミは元海兵の養母ベルメールによってこの村で大切に育てられた。しかし突然現れた魚人海賊団によって幸福な日常は一変する。魚人海賊団を率いるアーロンは村の人々に上納金を要求し、金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放するという約束を信じ、魚人海賊団の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ。以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億ベリーが目前となるが、もう少しだよベルメールさん、もう少しで何もかも帰ってくる。ココヤシ村もみかん畑も私の夢も。長かったけど1億ベリーまで残りあと700万ベリー。今の私ならあと1回後悔すれば必ず手に入れられるはず。あとたった1回の後悔で全てが返ってくる。全て報われる。アーロンから解放されるんだベルメールさん。そしたら私やっと心の底から笑えそうな気がするよ。アーロン。おお、どうした我らが有能なる測量士よ。血相を変えて、あんたが手を回した海軍が私のお金を奪いに来たわ。どういうことよ。お金の上の約束は死んでも守るんじゃなかったの。守るぜ。俺がいつ約束を破った。とぼけるな。お前が海軍に私の金を。俺が約束をいつ破った。言ってみろ。シャーク。ルフィ、何よ。何も知らないくせに。うん、知らねえ。あんたには関係ないから。島から出てけって言ったでしょ。ああ、言われた。ルフィ、助けて。当たり前だ。行くぞ。
セイロを使って移動してんのか。これじゃ手が出せねえぞ。水中で呼吸もできねえとは哀れな生き物だな。なっ、なんちゅう強さ。ナミはかわいそうだと思うし、力を貸していい気持ちは山々なんだが、死ぬのはちょっとパスだ。このままトンズラこかせて。みっともねえ。今ここで全力で戦わなかった俺に、あいつらと同じ船に乗る資格なんてあるはずねえ。男ウソップ逃げるわけにはいかねえんだ。来てろよ、俺は戦うぞ。嘘じゃねえ、本物の勇敢なる海の戦士になるために。もうのんびりと楽しいだけど、快速ごっこは終わったんだ。おお、頼もしいな。実は向こうに水路の水を止めるスイッチがあるんだ。あいつ一人で大丈夫かよ。何しに来た？あんた、殺しに。殺しに？シャーお前が俺を何度殺そうとした？結果俺を殺せたか？俺はこれからここにいるお前以外の人間を全員ぶち殺すことになるわけだな。お前がまた俺たちの仲間として海図を書くというなら、ここやし村の連中だけは助けてやってもいい。ナミ、お前は俺の仲間か、それともあの海賊どもの仲間か。そんな、ルフィたちの仲間だといえば全員が殺されて、アーロンの仲間だといえばみんな助かる。
私の一言でみんなが、でも私は助けてくれると言ったあいつらの言葉を疑いたくない。ごめんみんな、私と一緒に死んで。ところで貴様らの運命は微塵も変わりゃしぬ。敵の援軍が止まらない。ピクロを使って裏から攻めるのよ。援護は俺に任せろ。裏の連中を守るのを忘れんなよ。アーロンさんが相手をするまでもね。俺が片付けてやるぞ。足場は固まったな。ぼちぼちアーロンをぶっ飛ばしに行こうぜ。ベルメールがナッチャンをかばって死んでから8年、ついにここまで来た。アーロン、ナッチャンは俺たちを救うためにずっと一人で戦ってきたんだ。これ以上背負わせることはできない。村人全員いつでも戦う覚悟はあったんだ。やるぞ。おお、今度は俺たちがなっちゃんのために戦うんだ。勝てなくても俺たちの意地を見せてやる。見てて、ベルメルさん、私必ず村のみんなを自由にしてみせるから。
スイッチが3つあるの。全部壊さないと中には入れないわよ。俺たちが敵をザコどもを食い止める。その間に何とかしろ。おっしゃっと、やれ、敵をぶち殺せ。よし、一つは俺に任せろ。邪魔すんな。うるさい。
のとこには行かせねえぞ。ってのはどいつだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。血の公開しよう。泣かすなよ。俺はお前をぶっ飛ばしに来たんだ。おざけ、加藤主宰。俺とてめえらて、生まれた瞬間からすでに次元が違うんだよ。もういい。小細工はなしだ。バカで非力で愚かな種族が人間だ。てめえに何ができる。何もできねえから助けてもらうんだ。俺は剣術を使えねえ。航海術も持ってねえし、料理も作れねえし、嘘もつけねえ。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。シャッハッハッハ。てめえの不甲斐なさを全面肯定とは歯切れのいい男だ。てめえみてえな無能な男を船長に持つ仲間たちはさぞ迷惑してるんだろう。そんなプライドもクソもねえてめえが一線の船長の器か。てめえに一体何ができる。お前に勝てる。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ潰してやる。罪のな、たかだかてめえらごときに落とせるアーロンパークじゃねえぞ。頼むのを殺。容疑は悪いな、アンチマスは。カノン。やっとあいつを助ける方法がわかった。こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次乗るなんで加藤種族は。ゴムゴムの炎。うわっ、うわっ、終わったよ。
ベルメールさん、8年もかかったけど、やっとみんな自由になれた。やっほオーダー受けたまわりました。こっちだ。何言ってんだゾロ、反対だぞ。こっから見えてんのにどうしたら間違うんだよ。まいったね。どうも、俺はとんでもねえアホの一味についてきちまったらしい。だがまあ、レディーを傷つけるようなクソ一味より100倍いいか。同胞たちよ、くだらねえ人間どもに巨人がどれだけ優れた種族か教えてやれ。死なぬシュート。奴ら水路を使って移動してんのか。これじゃ手が出せねえぞ。水中で呼吸もできねえとは哀れな生き物だな。頼もしいな。実は向こうに水路の水を止めるスイッチがあるんだな。よし、俺が引き受けた。あいつ一人で大丈夫かよ。よっ。
てやりゃできるんだよ、見たかこの野郎。やるじゃねえか。これで先に進めそうだ。でもいいぞ。海賊の血を引いている誇りにかけて無様な戦いができるか。できるか。でもいいぞ。敵の援軍が止まらない。陸路を使って裏から攻めるのよ。よし、援護は俺に任せろ。村の連中を守るのを忘れんなよ。さんが相手をするまでもね、俺が片付けてやるぞ。足場は固まったな。ぼちぼちアーロンをぶっ飛ばしに行こうぜ。ここの水路はスイッチが3つあるの。全部壊さないと中には入れないわよ。俺たちが敵をザコどもを食い止める。その間に何とかしろ。一気をぶち殺せ。
わらねえからな。腕を見せてやる。これでも食らえ。見たか、俺様が一丁一つ壊したぞ。やるわね、ウソップ。私も頑張ってみる。進むわよ。
いてろ、クソども。俺はお前をぶっ飛ばしに来たんだ。おしん、獅子なめシュート。おざき、加藤種族エトジネラチュー、生まれた瞬間からすでに次元が違うんだよ。なめシュート。もういい、小細工はなしだ。もうね、あいつの居場所なんて俺が全部ぶっ潰してやる。気になるな。なかなかてめえらごときに落とせる。アーロンパークじゃねえぞ。ぼちぼち時間だ。呼吸もできねえとは哀れな生き物だな。
頼もしいな。実は向こうに水路の水を止めるスイッチがあるんだ。よし、俺が引き受けた。あいつ一人で大丈夫だよ。貴様らの運命は微塵も変わりゃしねえ。敵の援軍が止まらない。陸路を使って裏から攻めるのよ。守るのを忘れんなよ。アーロンさんが相手をするまでもね。俺が片付けてやるぞ。Come here!
ここの水路はスイッチが3つあるの。全部壊さないと中には入れないわよ。俺たちが敵を雑魚どもを食い止める。その間に何とかしよう。ストップ、やるぞ。やれ、敵をぶち殺せ。一つは俺に任せろ。これでも食らえ。見たか、俺様がスイッチを一つ壊したぞ。やるわね、ウソップ。私も頑張ってみる。それさせ。さあ、奴らを倒して進むわよ。
勝てねえんだ。刀三本のお前が刀六本の俺にかなうわけねえのに。そいつは大きな計算違いだな。三本でも俺とお前の剣の一本の重みは同じじゃねえよ。重みだ。こう見えても俺の剣は一本300キロ。お前ら人間の剣より重量感はたっぷりなのだ、この野郎。バカには返す言葉もねえよ。悪いな、てめえは眼中にねえ。クワナシだ。痛くもねえあいつの居場所なんて、俺が全部ぶっ潰してやる。すみません。たかばかてめえらごときに落とせるアーロンパークじゃねえぞ。一気に三刀流殺。行儀は悪いな。ゴムゴムのキャノン。やっとあい。じゃねえか。アーロンを倒し、ナミとココヤシ村に自由を取り戻したことで、ナミが航海士として正式に仲間に加わり、総勢5人になった麦わらの一。
バギー、クリーク、アーロンと名だたる大物海賊を倒したルフィの名は海軍本部にも伝わり、イーストブルー最高額の3000万ベリーの懸賞金がかけられた。晴れてお尋ね者となり、上機嫌のルフィと麦わらの一味はグランドラインのほど近く、かつての海賊王ゴールドロジャーが生まれた町ローグタウンに立ち寄る。仲間は長い航海に備えて買い物に出たが、ルフィだけは町の広場に足を向けた。その場所こそ海賊王ゴールドロジャーが最後の時を迎えた場所だった。うはー、これが海賊王の見た景色。そして死んだのか。ほら君、今すぐそこから降りなさい。そこは世界政府の管理下にある特別死刑台なのだ。今すぐそこから壁に死ね。ま、誰だ。ようやく会えたぜ、麦わら。なんだ、バギーか。よし、ふざけんな。相変わらずいい度胸だな、このすっとんきょうが。これからてめえの公開処刑を始める。ギャッハッハッハ、光栄だろ。海賊王と同じ場所だ。あ、スモーカー大佐、田尻総長。なるほど、海賊同士のいざこざか。すぐに突撃を。バーカ、慌てんな。俺がこの町から海賊を逃がしたことがあるか。これより派手死刑を公開執行する。私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どうせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。言いたいことはそれだけだな、クソゴム。その死刑待て。サンジ、ゾロ来たな。ゾロ、だが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。そこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘準備。やっぱ生きてた。もうけ。広場を包囲。海賊どもを追い込め。来た、逃げろ。この町出るぞ。もう一騒動ありそうだ。あの男、死を覚悟して笑ったのと、海賊王ゴールドロジャーと同じように。あいつらを追え。絶対に島から出すんじゃないぞ。市民の避難が完了しました。攻撃を開始します。田舎で大砲を使うなんてめちゃくちゃね。砲台を抑えて攻撃を止めるのよ。
俺は勇敢な海の戦士、ここで逃げるわけにはいかねえんだ。刀が欲しけりゃもっと強くなるんだな。諦めませんから。やべ、敵が増えたみてえだ。逃がさねえぞ麦わら。俺の名はスモーカー、海軍本部の大佐だ。お前を海へは行かせねえ。まだわからねえか。黙々の身の能力で俺は自分の体を煙に変えられる。お前の能力じゃ俺には勝てねえ。悪運尽きたな。突風だ。今のうちだ、早く。お前ら走れ。今ので広場の門が開いた。ケズケズすんな。雷の次は突風だと。これが全て偶然か。まるで天があの男を生かそうとしているようだ。だが奴が何者だろうとも俺が逃がさねえ。必ず追い詰めてやるぞ。倒すしかねえな。
そろそろ私のことを思い出したかい？俺はお前みたいな美女知らねえよ。まだわかんないのかい？アルビダだよ。アルビダ？ああ、コビーをいじめてた女海賊か。アルビダがどこにいんだよ。この鈍感。私がそうだっつってんだよ。私は悪魔の実を食べて変わったのさ。この海で一番美しいもの、それが私さ。この世界に私にひざまずかない男はいないんだ。そして私は強い男が好き。あんたは私のものになるのよ、ルフィ。うるせえ、嫌だ。この私を前にしてその態度。私のものにならないなら言い返しちゃおかないよ。とすれば飛来心を壊していけば相手を妨害できるかもしれないわよ。私は決して忘れない。あんたはこの私の顔を初めてぶった男だから。死んでいられるのも今のうちだ。さすが私の見込んだ男だね。バイじゃねえ。ナミさん、すぐに行くよ。Let's go!
べ。早く船を出さねえと嵐で出航できなくなるぞ。おい、これ見ろ。なんで海軍の奴らが必死に追っかけてくるの。おったら、えルフィ、あんた、俺たちはお尋ね者になったぞ。3000万ベリーだってよ。見ろ、世界中に俺の後頭部が。あんたら、ことの深刻さが分かってないよね。これは命を狙われるってことなのよ。強い賞金稼ぎに狙われるかもしれないし、この額なら海軍本部だって。その通りだ。この白領の相撲が本部大佐の名にかけて、てめえら絶対に島から出さねえぞ。麦わらの一味、逃がしません。雷を避けていきましょう。少し遠回りすりゃ安全に進めやす。ふざけんな。それじゃ俺様が雷を怖がってるみてえじゃねえか。失礼しやした。ではまっすぐ。まあ待て、奴らは豪気な俺様ならばまっすぐに突っ込んでくると思うはず。ここは奴らの裏をかいて遠回りするのも悪かねえ。やはー、さっさと行くぞ野郎ども。船長、こっちは遠回りするみてえだな。内心を壊していて正解だったぜ。回避として剣士として、ここで負けるわけにはいかない。この刀は渡せねえんだ。どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない。私が女だからですか。男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたにはわからないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。次第にあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。なんだとこら。総長、アシギ、何やってんだ。いいから引っ込んでろ。すいません。
族、道家のバディがいたぞ。大変なの花から相手に。ダメの花が入るんだ。お客さん、今度は、あいつらが潰し合ってくれりゃお都合だぜ。見せてやるよ、三刀流の極意をな。派手にぶちかますぜ。俺様から逃げようったってそうはいかねえ。派手に切り刻んでやる。どうした？早く俺様を倒さねえと嵐で船が出せなくなるぜ。そうだった、復興の準備はまだできねえのか。今度はてめえ、俺だけは見逃してやる。手首をかかれねえように用心しとるんだな。と言ったはずだ。また来た。あいつをぶっ飛ばさねえと船を出せねえ。お前らを逃がしゃ、この先何をしてかすかわからねえ。ここで潰す。こいつすげえぜ。ここで捕まるわけにはいかねえ。俺の部下に手出してんじゃねえよ。なんというか、俺に指図するな。そう言っとけ。あの光を見て。島の灯台か。導きの火。あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？しかしお前、何もこんな嵐の中を。よっしゃ、グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。うえい。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞグランドライン。
ぼちぼち時間だ。この町出るぞ。もう一騒動ありそうだ。あの男、死を覚悟して笑ったのと、海賊王ゴールドロジャーと同じように。あいつらを追え。絶対に島から出すんじゃねえぞ。市民の避難が完了しました。攻撃を開始します。使うなんてめちゃくちゃね。砲台を抑えて攻撃を止めるなよ。海賊狩りだったあなたが今度は海賊ですか。その刀、そんな名刀があなたみたいな悪党の手にあるなんて許せません。奪うのか。この刀は渡せねえんだ。私は世界中の悪党たちの手に渡った名刀を取り戻すんです。名刀和道一文字回収します。やってみな。
ちは仲間のフォローだ。全員無事に逃がすぞ。許せねえ。高いの飯で芝を出るぞ野郎ども。おっしゃっと。おい、ジョガプア、そこもの退路を塞いでやめ。ジョガプア、このままではふざけるな。おっしゃっと。おい、ジョガプア、逃がしゃしないよ。あの男は私のもんだからね。そこのお兄さん、ちょっと助けてくれよ。いやらしい海兵に追われて困ってるんだ。お任せくださいお姉様。おい、港はそっちじゃねえぞ。たぶん魔性の女を倒すしかねえな。この感覚に負けやっと気温が下がり続けてる。それにあの雲、この稲荷はさらにひどくなるわね。とすれば飛来心を壊していけば取っ手を妨害できるかもしれないわよ。余裕でいられるのも邪魔のうちな。さすが私の見込んだ男だね。この感覚に負けた失敗じゃねえ。スナミさん、すぐに行くぞ。Yeah.
この刀は渡せねえんだよ。どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない。私が女だからですか。男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたにはわからないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。お前にあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。なんだとこら。総長、ラシリ、何やってんだ。いいから引っ込んでろ。すいません。勇気進め。バギーがいたぞ。大変な花から相手に。ダメの花が入ってるな。おじさん、あいつらが潰し合ってくれりゃ好都合だぜ。俺様から逃げおったってそうはいかねえ。派手に切り刻んでやる。戦闘
を倒さねえと私の船がダメだとなるぜ。そうだった、出港の準備はまだできねえの。てめえ、今日だけは見逃してやる。寝首をかかれねえように用心しとくんだな。指図するなと、そう言っとけ。あの光を見て、島の灯台か。導きの火、あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？しかしお前、何もこんな嵐の中をなあ。よっしゃ、グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。ウェイ、俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞグランドライン。いいじゃねえか。